がっつり寝てしまいまして、ぶっ倒れまして。あれ、そう、すーげー体が重かったんですけど、え、爆発して、違う、これもともと、これもともとだよ、寝癖じゃない、これもともと。お待たせしました、お疲れ様です。SNS も更新できんくらいぶっ倒れちゃった、本当にやばいかった。うん、これもともとだって。目痛い。うん、今日は大越はるかちゃんのお誕生日です。おめでとう。やったね、16歳、若い。若いよ。ね、そう、遥か村村長の誕生日でございます。去年はプリンタワーでお祝いしましたね、みんなで。ね、誕生日プレゼント何がいいかな。はるちゃんの好きなところ、なんかメンバーの好きなところはって改めて聞かれると、別にはるちゃんの好きなところはここです、どこどこですって、なんか別にあるわけではないよね。なんかそう思う、なんかなんていうのかな、なんか普通になんだ、なんか面白いところが好きですとかそういうわけでもないから、なんだろう、もうなんかそのもの、もうここまで一緒にいるとなんかもうねそのものが好きすぎてさ、こう伝わるかい、関係なくなるみたいな。だから全部好きよ、みんなのこと。そうそうそうね、なんかこう具体例を挙げるというよりかはっていう感じね。前髪が伸びてきた。あ、思い出した。思い出した。なんだっけ、待って何言おうと思ったんだっけって、すごい今言おうとしたのに思い出せなかったんだよ。思い出した。
TikTok で回るやつ、回って変身していくやつ、ついにね、いいねが10件、1万いいねをね超えました。ありがとうございます。やったー。今日の夜中、本当に夜中4時5時ぐらいに、4時5時、それよりも前かな、そんぐらいに超えたんですけど、これ元からだってば4時5時ぐらいに超えたんですけど、カウントダウンするほど分かりやすい数の増え方とかでもなかったからあれだけど、そう、なんかこう伸びる日と伸びない日があったりして、1日に200増える日とかがあれば100とかちょっとしか増えない日もあるわけで、いやでじゃあね、今日ねめちゃくちゃ早起きしたの今日めちゃくちゃ早起きして、そうだからもう早朝から起きてたからさ、知ってんの。そう、全然ね、チェックし始めた、そのこの前のやつチェックし始めた、この前まあその今回いいねいったやつがチェック、いいねいったやつをチェックし始めたのも最近なんだけど、いや、そう、私 HP が瀕死状態多分HP が瀕死状態なのよ。よいしょ。そうね。よいしょ。家に水しかない、水、家に水しかない、家に水、水って言ってもさ、水って言ってもあとこれしかないんだよ、見て見て、家にある水分これだけ、死んじゃう、買いに行かなきゃ。そうだからね、もう無理やり今日だから帰ってくる時も、そうね、今日ねお久しぶりにね、プレゼントいただきました。そう、結構たまっててもうなんか半年ぶりぐらいなんですけど、プレゼントいただきましてありがとうございます。そうで、そのプレゼントを持ってたからもう飲み物買えないと思って、近くに自販機で水1本だけ買って帰ってきたから、これしかないの、これしか、これしかないの、お水が、どうしよう、買いに行かなきゃ、半年分ってほどじゃないか、半年分じゃないか、でも結構昔からかな、2、3月分ぐらいからの、もう、うん、そうだね、約半年ぐらい分でも多分まだ溜まってると思うから、わかんない、どうなんだろう、だってほら、そもそも
受付停止してたじゃない。だからね、そもそもの話がねあるわけでございますよ。ありがとうございます、いつも。すんごい、まあほんげアホ毛元からだ。もうめっちゃこれ今ねスプレー固めてたんだけど、どうしてもダメやね。よいしょ。よいしょ。今何時ですかね。16分。いつもだったらお誕生日の子を書いたりするので、はるちゃん書いてみようかな。横から見たらすごい、でもこれ本当に元もうねしょうがないのよ。あの私のこっち、私の髪の毛の構造上というか、どうしてもね、なんか後ろの髪だけどうしてもだからいつもこうなってる。本当に私今日だけじゃないよマジで。どうしたらいいの。あの髪の毛の何長さの問題なんだけどね、一気に抜けちゃったりするから。村長どこ、てか公式サイトのシャーベットピンクのそれぞれのあのお話ししながらやるやつ、お話しじゃない長文書いてあるやつさ、可愛くない？みんな可愛いんだが。ん？どうやってやればいいんだ？ちょっと大声さちょっとツイッターも動かしたい。重い Wi-Fi が重いよ。どっか痛いはるちゃん。よし、書くよ。よいしょ。あ、そういえばテラヒナにですね誕生日プレゼントを先日いただきましてね、あの何欲しい、あれこれ言ったっけ、何欲しいって言われたから、あのじゃあなんだろう、まあ一番こう使えそうなのは、イラストのテクニック本とかかなって言って、イラストのテクニック本とか使えるかもしれないねってそう言ってそう分かったって言って、それでね、あのコピックのまあ書き方の手本的なやつをねいただきました。そのなんかまあ何が欲しいって聞かれてさ、なんて言ったらいいかわかんないし、まあ私そのテラヒナはね私も聞いてこうプレゼントしたので、まあね私もちょっと何かしらねこう、まあ、例を出さなくてはなと思っていたので、でも何もらっても嬉しいよプレゼントって、結局何もらっても嬉しいからさ、だから何でもいいよ何でもいいよ。今ね村長書いてます。
村長のツイッターのアイコンを見ながら村長書いてますね。会いたいよ、みんなと会いたい。よいしょ、黙ってしまう黙ってしまう、ついつい黙ってしまう。まあ、このあととりあえずショールーム終わったら30分でツイッターやって、もうちょっとツイッターやって、おやすみ村とって、おやすみ村とって、ツイッターやってツイッターやってだな。フォトログもやって。待って、書けない。書けないよ。まあ、似てるか似てないか置いといて、デフォルメでは書けたのでは。かわいい、かわいい女の子は描けたぞ。どうなんだろう、前髪作ったら似てるかな。よし、ほほ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 ほ。お絵かきしながら喋るのってめちゃくちゃ難しいよね。よいしょ。まあね、一晩寝たら元気になるので全然大丈夫ですけど。よいしょ。23分ね、オッケーオッケー。うん、独り言、ほんま独り言だね。よっこらせ、ちょっと待って、ちょっと待って、そうだな。あ、確かに握手会のあのサイン書いている最中みたいなその例えすごくドンピシャだな。もうね、なんかあれだわ、同じ違う別のことを2個同時にやってこうちゃんとできる人になりたい私。どう？ちょっと違うのかな？どこが違うんだろう？わかんない、難しい。はるちゃん顔どこが違うのこれ。ちょっと眉毛足してみよう。どう？いきまーす。じゃん。なんかね、可愛いんだけどね、はるちゃんかって言われるとそうじゃないんだよね。伝わる？目がやっぱ違うかな。
かわいいよね。そうね、春花っぽいものを描いていくか。なんだっけ、こんなんだっけ、忘れちゃった。こんなんじゃなかったっけ。で、豚さんね、豚さん、はい、あ、多分ね、これね、ほくろの位置あれだわ、ね、自撮りだから逆になってるわ。今ツイッターのアイコン元に書いたから逆向きなんだわ。だから分け目も逆かも。だからちょっと違和感あるのかな。まあ、でも可愛い、可愛いからいいかな。可愛いよね。口のとことか村長そっくりだわ。うん。早くなったな、書くの。よいしょ。イエーイ。そう、自撮りだと判定しちゃいますからね。 TikTok とかでもそうなんですけど、だからこうお洋服に書かれた文字とかが反転しちゃったりするじゃないですか。それね、ちょっと悲しいよね。そう、改めてね、はるちゃんお誕生日おめでとうございます。お誕生日おめでとうございます。素敵な一年にしてね。三村もそのお手伝いするよ。今日はちょっとはい、開始遅れてしまって申し訳ございませんでした。はよ回復いたします。はよ回復いたしますね。もう9時か。ああ7日早い、終わるの早いね。外に見てもらう。どうしよう、どこで載せよう。こういうのは大体どこがいいかな。まあいいか。とりあえずツイッター、あれやな、ツイッターをリプして、リプして、私TikTok いいねありがとうございますってして、おやすみ村撮って、ホトログでお誕生日おめでとうってあげて、あとこの写真をどっかに載せよう。 OK。 忙しい。ちょっともう先やっとけばよかった、ぶっ倒れる前に。はい、ということでありがとうございました。また明日、お会いしましょう。今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他諸々お疲れ様です。それでは皆さん、また明日。おやすみ村ー。